はい、皆さんこんにちは。ドクター秋吉です。今回は毛穴やニキビの後の改善で大人気のポテンチャに関してお悩み別におすすめの導入薬剤について詳しく解説していきますので、ぜひ最後までご覧になっていただいてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ポテンチャのドラッグデリバリーモードなんですけど、何種類かあるんですけども、中でも一番メジャーな CP25 というチップを使ってやっていくんですね。1センチ四方ぐらいの四角形の中に25本の針が入っています。スタンプのように針が出ていくことによって、細かい針穴を顔中に開けていくという治療ですね。ダーマペンと違ってですね、横移動させないので、針がですね、皮膚を引っかくような傷がつかないので、肌が弱い方にもお勧めできる治療ですね。スタンプのようにしていくんですけど、その後ドラッグデリバリーモードで空気圧でですね、薬液を注入していくことができるんですね。単純に塗り込むのではなくて、空気の圧でですね、肌を吸い上げた後に空気で押し出すことができるので、液を効率よくですね、導入します。最終もほとんど肌の上にですね、水分が残らないぐらいまで液を完全に押し込むことができますね。ダーマペンみたいな針を開ける効果、プラス、体積からじわが出ることによって止血されますから、止血されると針穴が血液で埋まらないので、薬液導入も血液に邪魔されず効率よくできる。ラジオ波によってコラーゲン生成が起きてですね、針プラスラジオ波の効果で毛穴収縮とか肌の張りが出ますね。あとは目的別に導入する薬剤を変えることによっていろんな効果が狙えます。CP25 ドラッグデリバリーチップで導入していく薬剤は大きくはですね、毛穴肌のアンチエイジング用の薬剤とニキビ跡クレーター系の薬剤に分けられます。当院ではですね、毛穴や肌の張り若返り用には薬剤を2種類用意しております。エクソソームとリジュランスキンブースターですね。まずですね、リジュランスキンブースター、リジュランっていうと聞き馴染みのある方もいらっしゃるかもしれないですけども、サーモンからできた薬剤ですね。何が入ってるかというと PDRN って聞いたことないですかね。ポリヌクレオチドですね。サーモンの DNA 断片と、あとはですね、ヒアルロン酸とアミノ酸が入っています。ヒアルロン酸によって肌の保水力を高める必須アミノ酸が入っていることによってコラーゲンやエラスの原料になるんですね。 PDRN はですね、サーモン注射というと馴染み深いと思うんですけども、肌再生を促して老化を防ぎ、張りやツヤのある肌に導いてくれます。スキンブースターという名前の通りですね、 PDRN だけじゃなくてアミノ酸、ヒアルロン酸が入っていることによってより強力に肌再生が促されます。続いてこちらも毛穴や肌の張りアンチエイジングに使う薬剤で、当院に一番人気のものですね、エクソソームです。エクソソームって何種類かあるんですけども、一般的にはですね、この粉と液体が分かれているものが多いですね。直前に粉と液体を混ぜて溶解して使っていくってものですね。エクソソームとはまず何かですけども、細胞から分泌される小さなカプセルのことをエクソソームと言います。エクソソームっていうのは細胞間の情報伝達とかシグナルの役割をしているんですけども、あらゆる細胞から分泌されるですね、特に幹細胞から分泌されるエクソソームっていうものが細胞の分裂を促してくれるシグナルであります。ですからそのシグナルを肌に入れることによって、お肌の細胞の分裂を促してですね、肌再生、肌のターンオーバーを強力に促してくれる。なので毛穴が埋まったりですね、肌の張りやツヤのある若々しいお肌に導いてくれます。幹細胞以外のエクソソームっていうのは近年大変注目されてまして、点滴で常駐したりとかネブライザーといって気化させることによって肺で吸ったりとか、そういった治療法も行われているぐらいかなり今注目されている再生医療で使われる物質です。ダーマペンとかで塗り込むことも使われてたんですけども、すごく高価な薬剤なので塗るだけだともったいないんですよ。ロスがあるじゃないですか。ドラッグデリバリーチップでもう直接肌に押し込んであげるっていうのが一番いいと思います。エクソソームもリジュランのスキンブースターもどっちもすごくおすすめなので、どっちがいいのかなって決められない人もいると思うんですね。当院ではやっぱ5回コースとか複数回コースが一番人気なんですけど、例えばですね、3回エクソソーム、2回リジュランスキンブースターといっても両方試す欲張りな方もいらっしゃるので、そういった試し方もすごくおすすめです。ご自身にこっちがいいなと思ったやつをその後は続けていただくといいんじゃないでしょうか。続いてニキビ跡とクレーターに関する治療ですね。ニキビ跡とクレーターにはやっぱマックーム、これが一番いいと思います。マックームというのはポリエル乳酸というものからできています。ポリ乳酸って言われると何のことか分かんないかもしれないですけど、 PLA とか PLLA って言われるものですね。リトリフトの素材で使われるものなんですね。リトリフトがたるみ改善とか引き上げだけじゃなくて美肌になるって聞いたことないですか。で、やったことある方の中にもリトリフトでなんか思いのほか毛穴が消えたとか美肌になったって感じたことある人いると思うんですね。マックームというのはそのポリ乳酸の美肌効果に着目した薬剤なんですね。リトリフトはもちろんトゲがついてるのでたるみ改善引き上げがメインなんですけど、マックームっていうのはそのポリ乳酸の素材自体が自分の細胞を増やしてくる作用を利用した治療薬剤です。ダーマペンとかもニキビ跡とクレーターに効くと言われてるんですけど、マックームを利用したドラッグデリバリーチップのポテンツだと1回でダーマペン5回分の効果があると言われています。本当にひどいクレーター凹凸だとダーマペン20回とか30回とかやんなきゃいけなかったのが、ポテンツだと5回ぐらいでかなりの改善が見込めます。ですので昔ニキビをたくさん潰しちゃったとか凹凸が気になってる方っていうのはぜひトライした方がいいと思いますね。ドラッグデリバリーを使ったポテンツァっていうのはなかなか金額が高くて手が出ないって方も多いんじゃないでしょうか。1回10万円以上のところが多いんですね。当院ではもうすごくいい治療なので皆さんにぜひ試していただきたくて、なるべくお試しやすい価格にさせていただいております。大体相場がですね、マックームだとドラッグデリバリーで1回10万円ぐらい、エクソソームだと1回12万円ぐらいが世間の相場なんですけど、うちだとですね、マックーム1回が前後で6万5千円、エクソソームまたはリジュランスキンブースター1回7万円ですね。5回コースとかしていただくと1回あたり4万円台まで下がりますから、かなり続けていただきやすいとは思います。なので試してみたいけどちょっと高くて手が出ないなって方はぜひ一度当院にお越しください。今後もこのチャンネルでは美容に関する投稿をたくさん上げていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価ボタン、インスタグラムアカウントのフォローをよろしくお願いいたします。またコメント欄で動画への感想や質問をどしどしお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。